セルヒオ・ガルシア・デラフエンテは、スペイン・バルセロナ出身のサッカー選手。RCD ・ s パニョール所属。元スペイン代表。ポジションは、フォワード、ミッドフィールダー。バルセロナ、編集カタルーニャ州バルセロナ県に生まれ、FC ・バルセロナの下部組織で育った。2003年9月3日のセビージャ FC 戦で、トップチームデビューし、2003から04シーズンには4試合に出場した。 2004年には、レバンテドにレンタル移籍し、レギュラーか控えフォワードの一番手として、トップリーグでも通用する選手であることを証明した。レアルサラゴサ、編集2005年夏、レアルサラゴサに移籍した。サイドハーフとしても、フォワードとしてもプレーできることから利便性が高く、2006から07シーズンに、レギュラーに定着し、2007から08シーズンには、 リーグ戦38試合すべてに出場したが、結局は、セグンダ・ディビシオンに降格した。クラブが降格したことで、レアル・サラゴサを離れるのではないかという噂が一層、煽られ、2008年夏には、プレミアリーグのリバプール FC、トッテナム・ホットスパー FC、ウエストハム・ユナイテッド FC、ストーク・シティ FC などが獲得に興味を寄せた。マルセリーノ・ガルシア・トラル監督は、 プレシーズンの練習から彼を除外し、2008から09、シーズン開幕戦のレバンテド戦も招集外となった。レアルベティス、編集2008年9月1日、遺跡市場が閉まる直前に1000万ユーロ近くの遺跡金で、レアルベティスと契約した。9月27日のレアルマドリード戦では PK を止められたが、イケルカシージャスに引かれたボールをゴールに押し込み、 遺跡後初得点を挙げた。11月16日のラシン・サンタンデール戦では2得点を挙げ、2009年1月18日のレアル・バリアドリード戦では1得点1アシストの活躍を見せた。2月8日に行われたセビージャ FC とのセビージャダービーでは記念碑的な勝利に導く得点を奪った。4月4日の CD ヌマンシア戦では先制点を奪ったが、 ゴールパフォーマンス中に膝を滑らせ、左膝じ帯を負傷して1ヶ月ほど離脱した。チームはこの期間に調子を落とし、自身は2シーズン連続となるセグンダ・ディビシオン降格が決定した。チームに残ることを決意し、2009から10シーズンはセグンダ・ディビシオンで自己最多の12得点を挙げたが、プリメーラ・ディビシオン昇格に失敗した。エスパニョール。 編集2010年8月26日、ベテランのラウール・タムード・オレアル・ソシエダに放出した、RCD エスパニオールと5年契約を結んだ。1年目は3ゴール、2年目は5ゴール、3年目は7ゴール、4年目は12ゴール、5年目は14ゴールと、シーズンを追うごとに得点力を発揮し、リーグ戦145試合41ゴールを記録した。二千十三から十四シーズンからは、 首相も務めるなど、チームの精神的支柱であり、攻撃の要であった。アルラーヤン、編集2015年6月29日、カタールのアルラーヤン SC に移籍することを発表した。スペインのメディアによると、エスパニョールは移籍金150万ユーロを受け取り、セルフィオ・ガルシアは、年俸250万ユーロの2年契約を結ぶと、報道された。エスパニョール復帰。 編集2017年6月16日、フルスの RCD s パニョールへフリートランスファーで1年契約を結び、2年ぶりに復帰した。カタルーニャ選抜でのセルヒオ・ガルシア各年代の世代別スペイン代表に選ばれた経験がある。2008年までスペイン代表キャップがゼロであったが、FW ボージャン・クルキッチとの争いに勝利し、UEFA 欧州選手権2008に出場する。 メンバーに選ばれた。5月31日、ペルーとの親善試合で、ダビド・ビジャとの交代で出場して代表デビューした。UEFA 欧州選手権2008本、大会グループリーグの初戦と2戦目は、出場機会がなかったが、決勝トーナメント進出を確定させた後のギリシャ戦には、フル出場し、88分に、 左足からの精度の高いクロスでダニエル・グイザの決勝点をアシストした。カタルーニャ選抜としてもプレーしており、2009年12月22日に行われたアルゼンチンとの非公式親善試合では2得点を挙げた。U-19 スペイン代表スペイン代表、ありがとうございます。